テレポビズどうぞ。東京八重洲に米をテーマにした新たな複合施設ヤンマー東京が13日にオープンします。開業を前に12日記念セレモニーが開かれました。大手農業機械メーカーヤンマーホールディングスが手掛けたこの複合施設は地下3階地上14階建て、延べ床面積はおよそ2万2000平方メートルで、 JR 東京駅や東京ミッドタウン八重洲などと地下で直結しています。ヤンマーグループも入るオフィスフロアのほか、地下1階から地上2階には商業エリアが設けられ、米をテーマにした店舗が並びます。クリエイティブディレクターの佐藤柏さんがプロデュースした米と農業の未来について学ぶことができる体験型ギャラリーや、米を原料に使った日本酒アイスを販売する店など6店舗です。都会の本当に一等地においてですね、農業ということをあえて、お米ということをあえて発信していく、興味を持っていただいて収納人口を増やして、そんな形で貢献できれば。ヤンマー東京は13日の午前11時に正式にオープンします。